こちらはですね、水上神社の多分奥宮だと思いますけれども、一面ソーラーパネルになってます。まあ平地を利用してるんでしょうけどね、ちょっとね電子機械なのでやめときます。なんか高圧って書いてあるんで、ここでちょっと参拝して帰りたいと思います。